上、97式中迫撃砲した97式中迫撃砲97式中迫撃砲は、大日本帝国陸軍の迫撃砲である。年式は、後期2597年を示す97式で、あるが、これは設計着手年度から取ったものと思われる。実際の正式制定は1942年6月であった。なお、 先行する兵器である96式中迫撃砲が正式制定されたのも1939年4月であり、この点、年式と実際の正式制定年次に大きな相違がある。ペリリュウ島で捕獲された97式中迫撃砲副湯海端は設置されていない。本砲は96式中迫撃砲から中隊福崎を省略して運動性の向上と、 構造の簡略化を図ったものである。同法と同じく格好法であり、有力弾を発射する。1937年12月設計に着手、翌年2度にわたる試験を行い、超、単の2種を製造することとなり、同年10月には両者の試験を行っている。同様に前作から中体福崎を割愛して、運動性の向上を図った97。 式形白撃法と同時期に並行する形で研究され、単は1941年1月、長は同年4月に実用に適すると認められ、1942年6月に正式制定された。長は97式形白撃法と同様に必要に応じて木製の大型複床板を構成の本小板の下に敷く形となっている。 この木製服床板の重量は 371kg に、及び長の総重量は96式中迫撃砲と、ほとんど変わらなかった。なお、本砲、炭より、さらに床板を小さくし、方針を短くして、炭射程を忍び軽量化した姿勢99式炭、中迫撃砲が試作されたが、正式制定はなされずに終わった。 砲身長1 2 1 5ト、mm、ル、砲列砲射重量1 5 2ラムで、射程は7 7 0ルと、99式小迫撃砲や敵弾頭に近い兵器だった。97式軽迫撃砲は追発のみであるが、本砲は96式中迫撃砲同様、追発、撃発のどちらも可能とされている。 実質的な後継法である西式1 2トル迫撃法もまた同様であった。大阪造兵廠第一製造所の調査によると1942年10月現在までの生産数は171問であった。その後は後継法である西式1 2トル迫撃法の生産に移行した。ありがとうございます。